どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはドン、スーパーフライ、愛を込めて花束を。こちらの超絶ラブソング、愛を本当に届けたい、こんな時にこれ最高の歌でございます。ウクレレで奏でていきましょう。はい、この曲ガズレレで過去に一度取り上げていますけれども、その時より今回は相当わかりやすくしております。さらにかっこよく、さらにわかりやすく、さらに簡単になって2021年バージョンでやってみようと思います。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン、後半はかっこいいバージョンです。独特のね、ふんわりした16ビートでこのね、愛を込めてこの感情をこう高められるようなかっこいいバージョンやります。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで楽器やってみたいけど私無理だろうなと諦めていた皆さん、楽器ギターとかやってみたけどもう全然ダメだったというそこのあなた、どんな方でもウクレレを弾いて歌う弾き語りがすぐできるプログラムがあるんです。今このプログラムを見てね、全世界中の方がもう何万人と始めてますからね。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先にジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってちょっと練習したらすぐできます。 YouTube ですから無料ですよ。はい、すぐ始めましょう。ここですよ、リンク貼ります。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきた世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ一本で弾いて歌う弾き語りができるようになるレッスン動画、超簡単レッスン動画、すでに1500曲以上もアップロードされております。皆さんこれから音楽を聴くからやるに変えていこう。それでは早速やっていきましょう。スーパーフライ、愛を込めて花束をガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。1,2,3,4。 二人で写真を撮ろう、懐かしいこの景色と、あの人同じポーズで驚けてみせてほしい。見上げる空青さを気まぐれに雲は流れ、綺麗なものは遠くにあるから綺麗なの。約束した通りあなたとここに来られて本当に良かったわ。この込み上がる気持ちが愛じゃないなら何が愛かわからないよと、愛を込めて花束を大げさだけど受け取って、理由なんて聞かないでよね、今だけ全て忘れて笑わないで受け止めて、照れていないで。込めて花束を大げさだけど受け取って、理由なんて聞かないでね、今だけ全て忘れて笑わないで受け止めて、本当の私をいつまでもそばにいて。せーの、じゃじゃ、愛を
込めて花束をガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いやー、これはですね、もう本当に全開で愛を伝えたい時にこれ歌うとめちゃくちゃいいと思います。素晴らしい。はい。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンになっております。フルコーラスでやりたいよという方とか、これ本当の原曲はサビでね、キーがちょっとトンと上がるんですよね。で、キーが上がると盛り上がるんですけど、ちょっとウクレレでやるとですね、めちゃくちゃ難しくなっちゃうんで、これ初心者ウクレレ教室ということで、転調なしのそのままのバージョンでやってます。で、長さだけはね、2番をちょっとカットしてるんで、フルでやりたいなという方は、1番とコード進行一緒ですので、2番の歌詞を書き出して、オリジナルの楽譜を書き出して完成させてください。そして今のガズレレと、YouTube と一緒にね、なんとかこう一緒にできるようになりましたという方、次のステップがあります。そのステップとは、皆さん今度ね、お一人だけでやる。YouTube と合わせるんじゃなくて、一人でこう演奏してみる。これがね、キーポイントになります。でもね、最初はね、やっぱ曲を覚えてないと思うんで、楽譜的なものを用意して、それを見ながらやるのがいいと思いますね。いずれ覚えちゃうのがいいと思うんですけど、いつもガズはこんな感じでノートに書いて、これを見ながら今も演奏したんですけど、もうちょっとしたらこれを画面に映してみんなにこんな感じで書いたらいいんじゃないですかねってシェアさせていただくんですけど、ただいまこのサービス始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の愛を込めて花束を含む、ガズが今まで書いて書きまくってきたもう何千曲というね、曲があるんですよ。その中から、毎月皆さん5曲、お好きな曲を選んでダウンロードしていただいて、すぐに練習できるという画期的なサービスなんです。もうメンバー900人オーバーで、もうかなり盛り上がっております。そしてね、このガズクラブは、楽譜のダウンロード以外にも、いっぱいコンテンツがあります。まずですね、アプリがあるんですよ、ガズクラブの。ガズクラブのアプリすごいでしょ。その中で、楽譜の管理だとか、いろんなイベント情報だとか、とにかくアプリでもう一括でいろいろできる。メンバーズカードもそこで発行したりして。はい。それとあとはね、毎月2回行われているガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信。これがめちゃくちゃ盛り上がります。次回のガズクラブメンバー限定オンラインライブ配信の日程はこんな感じになっております。世界中からバーッと同じ時間、同じ場所のオンラインで集まって、大セッション。こんなのやったり、非公開の SNS があって、そこで毎朝7時にガズがラジオ配信してます。ラジオ配信、毎朝7時ですよ。で、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所を3カ所くらいあったり、どんな質問にもそこではガズが答えてますんで、この面白いクラブ活動、ぜひチェックしておいてください。そしてですね、あともう一個これがあります。ドン、ガズレレ大学。こっちはですね、もうちょっとこう深掘りして、いろんなリズムとかコツとか、もううまくいかない人がここでなんかこういろいろ発見があるという、まあ大学ですからちょっとお勉強ということで、これがですね、YouTube のメンバーシッププログラムというのでやっております。はい。で、これはですね、ガズクラブはみんなで楽しんで、こうワイワイやろう。で、ガズレレ大学はちょっと深めてお勉強のところですからね。こういう風に分かれております。この2つ、ガズレレ大学とガズクラブ、概要欄にねリンク貼ってありますんで、ぜひぜひ細かくチェックしておいてください。そして現在、期間限定なんですけど、ガズとのねマンツーマンレッスンっていうのを募集してます。このこと概要欄ちょっとよく見ていただいて、ズームでオンラインでマンツーマンレッスンやってます。これはねなかなか深いですよ。ぜひチェックしてください。それでは楽譜の方を見ていきましょう。愛を込めて花束をスーパーフライ2021年版改訂版でございます。はい。この改訂版では、ね、イントロって書いてあるでしょ。これはですね、後半のかっこいいバージョンではこのイントロやるんですけど、ここちょっと難しいんですよ。拍数もあって、これちょっとしっかり後で解説してきます。今のシンプル簡単バージョンはここから始まりましたということです。で、こう下にくるっと囲ってるやつ、これはね、後半やるかっこいいバージョンで下のコードを使ったらこう決めがあったりとかするんで、下に書いてあるやつは後半のかっこいいバージョン、上の段が今やったシンプル簡単バージョンって覚えておいていただいて、これ一時停止で、書き出してください。あとはね、動画のテロップを一時停止して書き出してもらうのもいいし、先ほどご紹介させていただいたガズクラブでこの楽譜をね、ダウンロードするのもおすすめです。さーっと映していきます。はい、一時停止でお願いします。はい。結構このね、歌のね、タイミングとメロディライン。もうさすがのスーパーフライさんですから。もう一筋縄ではいきませんよ。なかなか聞き込まないとこれはね、しっかり気持ちよく歌えないと思いますね。で、ここがガズレレオリジナルアレンジで、今はあとやって A メロまで一回サビやったじゃないですか。そしたら感想を挟み込んで、ここちょっとね、同じことかける2なんで、これ、この2ブロックかける2やってくださいね。そしてまたラストのサビ、もう一番最後のサビに行ったよということです。で、最後は、ちょっとこんな感じで、アカペラと、音止めて、いつまでもそばにいて C で終わったというのがガズレレアレンジになっております。はい、じゃあ出てくるコードの解説です。この赤く囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンで出てくるコード。今、映してるこっちの1、2、3、4、5、6、7、8、9個のコードでね、今日は言っていきます。C と Am、F と Dm、G7、D7、A7、E7、Em7。この9つのコード、今この映ってるコードはですね、これはね、安心してください。コードこんなにいっぱいあるんだなと思うかもしれないですけどね、これめちゃ入門コードのグループなんです。これです。ドン、ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、ウクレレで音楽始めたいなと思っている人に、一番最初に覚えてもらいたい、超入門コード。
のグループの名前です。グループですからいくつかあるんですけど、10個あるんですよ。10個もあるのかと思うかもしれないですけど、安心してください。入門コードなんで、1個ずつ見たらめちゃくちゃ簡単。だけど10個いっぺんに覚えようと思ったら頭ごちゃごちゃになるんで、私がめちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイ覚えられちゃう動画を撮ってます。ここにリンク貼っておきます。この動画必見ですよ。今日はね、そのうちの9個出てくるんで、もう覚えちゃいましょう。どっちにしたってこのガズレレ必須コードは入門コードのグループなんで、覚えるということにいずれなると思いますんで、いいタイミングですよ。覚えていきましょう。はい。それではここからかっこいいバージョンの解説に入っていく。その前に、いつもここで私が申したいのはですね、今の4つ引きで、やったじゃないですか。あれでいいんで、まず歌のタイミングとメロディーをしっかりこう、ちゃんと分析してね、歌えるようになっておいてくださいね。はい。これ、この歌は結構もうスーパーフライさんめちゃくちゃこう歌、もうソウルフルで R&B で、こうやっぱりね、こうグルーブがこう、リズムといい、その音程といい、まあ、とにかくかっこよくて、イコール難しいんですよ。なんですごく聴いて、ムードをちょっとこうね、再現できるように、まずは4つ弾きでいいんで、メロディーラインとタイミングしっかり確認してからかっこいいバージョンの、入っていきましょう。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンでコードが追加になります。3つコードが追加。まずはこれドン。これは簡単。G7 サスポーです。これサスポーっていうのはもともとあるコードを2引っ付いて行ったり来たりするって私はよく言ってんすけど、まずね、G7、普通の入門コードのうちの1個 G7 を押さえます。はい。三角形を押さえて、小指見て、はい。1個足したら G7 サスポー、離したら G7。こんな感じです。G7 サスポーから G7。こんな感じでいっぱい、G7 と G7 サスポー行ったり来たりする感じで今回使われていきます。はい、次これ、はい。Gm7。これもよく出てきますね、最近カズレレで押さえる場所。ここと、この3箇所。なので、こうやって押さえるのをおすすめしよう。これギュッと反り返る。ここがね。はい。で、ちょいと立てるのがいいんですけど、最近のね、新たな、発見としては、この3弦も一緒に押さえちゃってもやりやすいよねって話も出てます。で、同じ弦を2回押さえるんですけど、こうやって、要は、今まではこう1弦と2弦だけこう平たく押さえてたんですけど、3、2、1弦を3つ押さえた方が押さえやすいっていう方もいらっしゃる。まあ、これ参考にやってみてください。で、これをちょいと立てるね。そうすると響きは、響きはこんな感じの響きになりますね。はい。で、あとちょっとこれ、ね、反らないっていう方が中にいるんで、そういう方はこうやって押さえたり、こうやって押さえたり、ちょっといろいろ工夫してみていただいて、なんとか Gm7 押さえていきましょう。はい。で、もう一個、これ最後なんですけど、Fm です。これは初心者の方がね、一番最初に突っかかるコードとして有名なんですけど、Fm 押さえれました。ここと、ここですね。そうするとね、こういう風に押さえるってことになるんです。これちょっとね、ピッとこれ押さえるのなかなかね、急に押さえるのはね、結構難しいんですよ。こんな感じ。なんですけど、ガズの場合はちょっと見ててください。この一番上の4弦の部分、ここ親指でこう押さえちゃうのがガズレレ流です。これね、どっちでもいいです。皆さん押さえやすいなと思う方でいいと思いますよ。親指で押さえたいなと思う方は、こう手首上に、これ肘はもう置いなくていいです。手首上に持ってくる。ね。で、人差し指で押さえたりしたら逆に下げる。こっちの方が押さえやすいなという押さえ方で Fm に押さえていきましょう。はい。で、今日ね、出てくるリズムなんですけど、まあ、ほぼこれ、ドン。16ビートのチャ。これでいくんですけど、一瞬イントロでガズページオみたいなのが登場するんですけど、ちょっとこれは後で解説するんで、まあ、今日は一応これ16ビートのチャと、ガズページオと一応書いておきましょう。この2つのリズムでいこうと思います。この2つのリズムの解説、ここにリンク貼っておきます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から16ビートのチャと、ガズページオ、それぞれ動画でね、めちゃくちゃ濃厚レッスン動画、みっちりレッスンしている動画がアップロードすでにされてますんで、そこをよく見ていただいてリズムちょっと掴んでください。ちなみに16ビートのチャっていうリズムはなかなかこれもう最高難度のレベルなんですね。しかも今日みたいにバラードでちょっとふんわりしてるでしょ。このなんかこうちょっとグルービーで R&B みたいなちょっと跳ね気味の16ビートのチャ、こういうのがまた難しいんですよね。なんだけどこれすぐにはできるものじゃないんで、その動画の中でも言ってますけど、8ビートのチャって感じでだんだん階段を登るように、こうじっくり自分にこう染み渡せて、自分のリズム、自分のグルーブが出せるようにしていきましょう。で、今日ねこのガズペジオなんですけど、まあちょっとイントロでちょっと出てくるだけなんですけど、まあまあ一応基本はね、そこでマスターしといてもらって、これからちょっと解説していきますんで、参考にやってみてください。そしてですね、今日このマーク結構出てきます。これ矢印マークはシンコペーションといって、リズムが前にスコーンと食い込んでくるよということなんですけど、これ主にどこで出てくるかというと、イントロと感想があるんですけど、そこでね、かっこよく効果的に使われてるんですよ。でね、これイントロがさっきも言ったんですけど、ちょっとリズムが複雑というところあって、ちょっと今テロップを出しながら一緒に演奏してみますんで、聞いててください。せーの。ダンダンスダン。
人で、はい、今ちょっとね、2拍って書いてあったでしょ。これね、表紙がちょっとね、変わるというか2拍分足されてるんですよね。もう一回分析します。まず前半はガズペジオです。リズム見といてください。せーの、ダーンタツダーン。これつまみ弾きみたいな感じですよ。ガズペジオみたいな指使いですけど、ダーンタツダーン、ダダダダンダンダダッダーン、じゃーん。はい。F、F、F マイナーで伸ばした後に G7 一回ターンと入れるんですよ。ここもう一回。ダンダッダーン、ダダダンダンダダッダダーン、ダーン。はい。この G7 の一回、このタイミング、ちょっと絶妙なところなんでね。ここら辺ちょっと難しいかな。で、後半のところから16ビートにいきなり展開します。そうすると、じゃんじゃっダーン、じゃん、じゃんじゃじゃっダーン、ダン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 、じゃーん。はい。ここのダン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 っていうのが結構キーポイントで、ちょっとゆっくり何回もやってみますんで、タイミングよくちょっと聞いといてくださいね。はい、最初からいきます。せーの。ダンダツダーン、ダダダダン、ダンダダツダダン、ダン、ダンダツダーン、ダダン、ダンダダツダン、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 ふたりでです。はい。このシンコペーション分かった。ダンダンって前に食い込んできてさ、ダンダツダーン。ここもシンコペーションですよ。こんな感じで結構こう、ディープでかっこいいんですけど、ちょっと難しいイントロ、やってみました。ちょっと難しい方は歌から入ってもいいと思うんですけど、やっぱこうイントロダクションが入るとまたね、世界観がこう高まるかなという感じで、ちょっと本編ができるようになったら、ちょっとイントロにもチャレンジしてみてください。そして、今のパターンで、途中感想、1回目のサビが終わって2回目のサビに、間にこの感じで入れるんです。その感想やってみますと、今度はね、こっちは簡単。ダンダツダーン。シンコペーション F。今度は F から A マイナーツトーン。これだけです。C から G マイナーセブン。こい。F から F マイナーセブン。はい。これはシンプルです。こっちの感想の方がシンプルです。シンコペーションが典型的に入ってくるという感想を入れて、サビ、ラストのサビにつながるということで。はい。このパターン、覚えておいてください。そしてですね、この曲の本編としては、ほんと軽やかで、ふんわりした。ちょっとファンキーでソウルフルでグルービーだ16ビートのチャでずーっとこう淡々と進む感じなんですよね。で、ワンブロックにコードが4つ出てくるっていうのがあるんで、そこはまあ要注意なんですけど、曲の中は結構ほんとふんわり、こうガチャガチャ、こう力まないでくださいね。柔らかく、ほんとこう、よく16ビートの解説で私がするのは、湖にいる白鳥がスーッと泳いでるけど、足元はパタパタパタってなってるよ、みたいな、そんなムードの、これはそんな感じがいいですね。今言ったように、まあ演奏はこう淡々と、こうグルービーにこう紡いでいくような感じなんですけど、やっぱそこはもうスーパーフライさんです。歌、この歌で抑揚をつける。すごくガーッと行くところと、すごくこう弾くところとこう、メリハリをつけて、あとはこのソウルフル、R&B のあの感じ、溜めるところとか、ささっと歌うところとか、あの感じをね、かっこよくまた歌いこなせるとかっこいいと思うんですね。まあやっぱリズムは結構淡々とした方がそういう歌には合うと思うんでね。そのバランスがやっぱかっこいいと思います。歌しっかり聴き込んで、もう歌詞の内容ももちろんね、愛を込めて花束、もうタイトルだけでもね、もう本当にグッてきますけれども。はい。そんなの全部一個にこうまとめて、ドーンとこうね、外に出すイメージでやってみましょう。さあ、愛を込めて花束をスーパーフライさんの曲ガズレレのかっこいい場所やってみる。 1, 2, 3, 4 2人で写真を撮ろう、愛じゃないなら何が愛か分からない。
ない音、愛を込めて花束を大げさだけれど受け取って、理由なんて聞かないでよね、今だけ全て忘れて笑わないで受け止めて、照れていないで、愛を込めて花束をガズレレリュー、かっこいいバージョンやってみました。やっぱこう16ビートのふんわりしたグルーブの中でこの歌、まあ、気持ちがいいですね。この愛を伝えたいとき、この歌も全開で歌うと最高だと思います。あ、お知らせです。今使っているこのガズのわがままウクレレとか、これリーズナブルで使いやすい、ガズの初めてウクレレ、現在販売中と予約受付中でございます。あとそれとこれもね、お知らせしてます。弦が発売されておりますよ。ガズレレジャンと G ラボンの柔らかいウクレレ弦、チューナーなんかもあります。そんなね、ちょっといろんなね、情報、もういろんな情報ここにまとまってます。ウクレレなんかの情報、ウクレレや弦やチューナーの情報、ここにひとまとめにしてるんで、ぜひご覧になってくださいませ。はい、皆さんこの音楽をやる楽しさ、今度は周りの皆さんにもシェアしてあげてください。このガズレレ YouTube チャンネルもご活用よろしくお願いします。そして皆さん、新しいガズルの本が、ガズレレの本が出版されます。ガズレシピ。これね、ガズレシピってガズレレでリリースしてたアプリがあったじゃないですか。その中で、表示されてた楽譜が、そのまま本になりました。ちょっとこれね、もうめちゃくちゃいいです。80曲ぐらい曲数入ってて、かっこいいバージョンと簡単バージョン、両方書いてある楽譜なんで、すごい大活用できると思います。アプリを使っている方は中身一緒ですので、ちょっとご確認いただきたいんですけど。そしてね、今回新たに G プレイスという新しい取り組みを始めております。これ飲食店さんだったり、宿泊施設だったり、もうあらゆる小売店さんまに、ちょっとご注目なんですけど、このガズの初めてウクレレや、わがままウクレレを試奏できる場所としてとか、販売していただける場所という、もう人が集まる憩いの場所ということもあり、で、このガズレレにでも少しできる、なんかこう、社会貢献というか、その売り上げもね、そういうところに還元できればいいなというふうに思って、新しく始めてるサービスなんですけど、ちょっとそのご案内も、概要欄貼ってますんで、ぜひご覧になってください。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう一個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか、本当にお勉強です。この2つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでね、アプリがあったりするんですよ。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる。これもね、すごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにね、いつもつけてるこの水引きだとか、このストラップ。キャップだとか T シャツとか山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、ホームページぜひ見ていただきたいんですよ。あとそれとね、これです。はい。ドーン、リットミュージック社から出てるこのね、信号機みたいな赤、青、黄色みたいな、このね、このね、楽譜本がものすごい大ヒットで、もうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでね、まあいいかというと、これめちゃくちゃ簡単でわかりやすいですね。しかも100曲入り、50曲入りというね、はい、すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて、皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね、輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。